どうも、つるです。今日はですね、まあお久しぶりの動画で、まあ今ここに映ってるんですけどね、まあちょっと前の動画でザラメちゃんの仕事動画で告知してもらったんですけど、まあ、お迎え動画ですね。で、一応これから、まあ、ちょっとしばらく動画サボっちゃったんで、一応ね、4本、5本ぐらい次の動画投稿はお迎え動画を投稿しようと思ってます。まあこの動画撮ってない間にいろいろね、まあ我が家でも増えてる子もいるし、まああのもっと前からねお迎えしてた子で動画を撮ってなかった子もいるので、まあ、今回その子たちのねお迎え動画をどんどん撮っていこうと思います。で今回ね、まあ4発連続でお迎え動画いけるかな。で4発連続の1発目ですね。でこの子たちなんですけど、その前にこれ作りました。つるチャンネル T シャツ。このねうちのねツイッターとか、まあ YouTube とかもそうですけど、アイコンのザラメちゃんとアラレちゃんの T シャツを作りました。ついにこれね、まあ僕結構上外パーカーとかでも上から着れるようにちょっと大きめので買ってるんですけど、リスナーかもねこんな感じで作りました。超可愛くないですか。まあこれねツイッターのねシータさんっていう、アヒルの絵をよく描いてくれてる方で、まあ、お願いしてアイコンは作ってもらったんですよね。でそれでまあ T シャツを作成したって感じですね。でまあ今度からね、まあ、撮影の時はこれ着ていこうかなと思ってます。で今回のお迎え動画なんですけど、この、まあ、ハトさん、まあ、皆さんおなじみのハトさんですけども、で一応ねまあ、瓦バトって言われるものからの発生なんですけど、まあ、この子たちは伝書バトって言われるハトさんたちですね。で、まあ、ちょっと公園とかでよく見るハトさんとちょっと違うなっていうのがあると思うんですけど、この鼻の鼻こぶって言われる白い部分ですね。これボコボコしてますよね。公園にいる、まあ、ドバトって言われるハトさんとかは、ここがあまり発達そこまでしないんですよね。でこの子たちはまあ伝書バトって言われるもので、まあ、結構発達する。その子によってまあ大きさまちまちですけど、でこっちの大きい発達してる子の方が男の子ですね。伝書バトはこの男の子の方が鼻こぶというのが発達します。で後ろにいるのが女の子ですね。まあ女の子の方がよく公園で見かけるハトさんに近いのかな感じしますよね。ちょっと今怖がってますけどね。でこの子たちなんですけど、この子たちは里親でお迎えをしました。まあ、世田谷にあるね幼稚園塀になるっていうことで、まあ、ハトさんこの伝書バトをねその幼稚園で飼われてたんですけども、まあ、塀になってしまうっていうことで引き取り先を探してたので、まあね僕たちの方でお声かけをさせていただいて、でまあ、全部で8羽いたんですけども、そのうちの2羽を我が家でまあ引き取るっていう形になって、まあ、引き取りに行きました。でね、幼稚園でね、本当大事にされてたなっていうのが、本当すごい分かりましたし、まあ、今、この子たちなんか、我が家に来てそんな日にちも経ってないので、結構怯えてる感じですけど、やっぱり幼稚園行った時なんかもすごい全然人おじしなくて、まあ、本当なんか可愛がられてたんだなっていうのがすごいわかります。で、管理もね、すごいされてたので、8羽いるから適当に飼ってるとかでもなくて、1羽1羽もちゃんと管理してて、すごいなーって感心しましたね。で、一応、まあ、この幼稚園の方でもね、まあ、ちょっと動画を楽しみしますってことだったので、まあ、お迎え動画としてはね、この子結構後の方に来た子なんですけども、ちょっと飛ばして先にこの子たちを優先で今撮りました。で、この伝書バトなんですけど、本当すごいんですよね。伝書バトっていうのが、まあ、昔からね、郵便屋さんとか軍隊とかでも使われてたっていうぐらい、まあ、ちょっと変わったっていうか、まあ、すごい能力の持ち主たちで、まあ多分言葉としては伝書バトって聞いたことあると思うんですけども、
お家の場所をまあ覚えられるっていう、まあ、それもね細かくまだどういった理由で帰れるのかとか分かってないらしいんですけども、いろいろ諸説あるみたいなんですけど、まあ、太陽の向きだったりとか、まあ、地球の磁力とか、まあ、そういうのでなんかね、あのお家の場所が分かるらしくて、まあ、1000キロ離れた先でも、まあ、お家に帰ってこれるっていうのでですね、まあ、それも1000キロマックスまで行くのにはまた来るのとかしなきゃいけないと思うんですけども、この子たちはまあそこまでね多分その飛ばしてないんですけど、例えば今我が家からまあ世田谷の、引き取った幼稚園さんの方までだいたい2,30 キロぐらいなんですけども、例えば今これで我が家で話しちゃうとその幼稚園の方に戻っていっちゃうんですよね。お家に帰れちゃうので我が家では飛ばしたりはできないです、基本的に。で今ねこの子たち男の子と女の子で引き取ったので、まあ、後々はねと、まあ、この子たちの赤ちゃんもちょっと育てていきたいなと思っております。で今ねもう交尾も確認はできたので、まあ、巣箱もそろそろ入れてあげようかなと思ってます。で最初ね我が家やっぱ来た時、我が家ってすごい動物が多いので、こういった今後ろポム歩いてますけど、今となっちゃこんな結構大丈夫ですけど、やっぱポムとかが横に来た時とかもバサ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 びっくりしちゃってね、ちょっとかわいそうな思いさせたんですけども、まあ、ここ何日かでねだいぶポムも見慣れてきたのか、まあ、あんまりそこまでは驚かなくなったっていう感じですね。まあ、あと鶏さんとかも最初結構驚いてたんですけど、今これケージちょっとねちっちゃめので飼ってるんですけども、一応我が家では基本的に生き物さん慣れるまではある程度小さめのケージで飼うようにしてます。今までの経験上でいくとやっぱね大きいケージで飼うよりは最初ちっちゃめのケージで慣らしていった方がすごい慣れやすいですね。生き物って逃げること隠れることに慣れちゃうので、大きいケージとかになっちゃうと、でこうやって逃げ場のない環境で、で人間は何もしてこない、ここの家のやつら何もしてこないって思わせるのが重要なので、最初はこのちっちゃいケージで、まあ、後々ね、ちょっとまあ庭とかも、まあ、うちネットは張ってるんですけども、ちょっとネット見直してね、抜けられないようにして庭では遊ばしてあげようかなとは思ってます。ネット抜けられちゃうとね、世田谷の幼稚園さんの方に帰っていっちゃうので、それはちょっと避けなきゃいけないので、まあ、そういった外遊びも。あとね、水遊びとかもすごい好きな子なのでね、水遊びとかもどんどんさせていきたいですね。まあ、で今ちょっとね、慣れの段階なので、まずはまあ我が家に慣れてもらうっていう。結構もう男の子の方は抱っこして結構しばらくじっとしてくれてたりとか、一緒にお布団に寝たりとかもしてくれてるので、まあ慣れていくのも、まあ、時間の問題かなって思いますね。ほんとでも可愛いっすね、ハトさん。で今なんかこの新聞紙ですね、下はもうこまめに、まあ、今狭い中この中入れちゃってるんでね、こまめに掃除してあげないとねあれなので、まあすぐ変えられるように新聞紙を今引いてます。で今までこの子たちつがいになってるペアじゃなかったんですけども、まあ仲良くやってくれてるので、まあ、交尾まで行ってますしね、まあそこは良かったなと思います。まあ今回ね、まあ里親っていう形で、まあ幼稚園の方から引き取りましたけども、まあ、やっぱりねかなりまあ大事にされてた鳩さんたちっていうのがすごいわかるので、まあ、僕たちもね、まあ、幼稚園さんに代わって、まあ、大事に育てていけたらなと思います。でこの子とかもね、まあ、徐々に慣らしていくので、まあ、その段階も途中段階も動画にできたらなと思います。幼稚園さんの方にもね、まあ、ちょこちょこ動画出すので、まあ、結構やっぱり心配なされてたので、まあ、そのこの鳩の様子とかも見たいみたいなので、まあね、うちだったらまあこういった動画で配信することもできるので、まあ、ちょこちょこ動画に出しますねっていうことでお話ししてますので、まあ、今後ともねこの鳩さんたちで、この鳩さんたちお名前がうちではまず男の子の方が怖がってる、食べる怖いね、この子がボーロちゃんですね。ボーロちゃんってお名前つけました。最初すっごい丸っこい感じがしたね。でこっちの子がコロンちゃんです。女の子がコロンちゃん、我が家ではボーロちゃんとコロンちゃんという形でお名前を付けさせていただきました。
じゃあね、今日の動画は以上になります。まあまあね、撮影長時間かけてもこの子たち今ストレスになっちゃうと思うので、まあ最初のうちはね、そっとしていきたいと思います。で、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。